大泉村は、山梨県北駒郡にかつてあった村。2004年11月1日、北駒郡内の六町村と新設合併し、北都市となった。現在は、北都市大泉城となっている。県北西端、軍北部に位置。八ヶ岳連邦の手法は岳を頂点に南北に、長い帯状の村域。村域の大半が山林で、 南部を中心に集落が存在。赤岳を挟み、長野県とも接している。八ヶ岳南麓には、縄文時代の遺跡が広く分布するが、大泉町域のあざ、八津近西には、縄文後期から晩期の集落遺跡と中西から、近西の集落や中西上間跡が複合した、近西遺跡がある。縄文遺跡が分布する地区には、住居組や石組、 排斥以降など縄文時代の精神文化の現れた祭祀施設であり、国の史跡に指定されている。古代の律令政化では、駒郡早見里に指定される。平安時代後期には、開元寺が和上港本拠に原野であった早見里へ進出し、源の乗り木よ、清光親子が宿場城を拠点としたという。戦国期には、武田氏により、軍用道路としての棒道が整備され、 や戸城は、品なの方面への拠点となる。大きな河川はないが八ヶ岳を水源とする諸河川が、南流する、有水地帯であり、農業用水として利用され北部の寒冷地を除いて、稲作のほか、高原野菜や園芸農業が行われている。山徳地域では、林業のほか楽農が行われている。また、虹マスの養殖、観光産業も盛ん。鉄道大泉村をはじめ、 周辺の市町村も合併し、北都市となり、北駒郡に残っていたのは小淵沢町だけになったが、この小淵沢町も後に北都市に編入合併したために、北駒郡は消滅した。ありがとうございます。